トリガー条項は、小売価格が3ヶ月連続で160円を超えた場合に発動されます。この条項では、1リットルあたりに課税される税金 53.8 円のうち、上乗せ分 25.1 円が一時的に免除されます。この条項は2010年に法制化されましたが、東日本大震災復興のためにはまだ適用されていません。財務省は税収減を懸念し、発動に慎重な姿勢を示しています。鈴木俊一財務省は11月24日、国と地方の合計で 1.5 兆円もの巨額の財源が必要と表明しました。一方、政府は2022年1月から、ガソリン価格の変動を緩和するために、石油元売り会社に補助金を支給してきました。2023年9月までには、6兆2000億円の補助金が投じられます。鈴木財務省の発言を受けて、1.5 兆円の減税はできないが、6兆円の支出に納得できないという声がツイッターで広がりました。この大臣と財務省の事務次官は首にすべきだ。彼らは国民をバカにしている。国民から金を徴収し、企業にバックマージンを与える政策が行われています。消費税を上げて法人税を下げることで、政治献金や天下りに使われています。30年間、財務省を中心に国民から徴収したお金が、企業や政治家、官僚に分配されてきました。鈴木大臣は答弁で原稿を読むだけで、実際の文書作成は財務省司令官などの官僚が言っています。政治家は彼らの指示に従い行動し、マスコミも財務省の意向に沿った報道をしています。財務省は国民に負担をかけるだけであり、政治家が止めるべきです。しかし財務大臣はむしろ財務省に屈服しています。岸田総理は11月22日の衆議院予算委員会でトリガー条項の検討を発表した以上、財務省も従うべきです。岸田総理は意に反する大臣を交代すべきです。鈴木財務大臣や宮沢洋一税調会長という躍進関心の首を切るべきだ。それが念願の支持率回復の可能性を秘めていると主張した。泉久保前明石市長も同様に考えていたようであり、多くの有権者も同じ思いを抱いていたのではないか。しかし鈴木俊一財務大臣は本当に無能な人物である。岸田首相も自ら考える能力に欠けており、鈴木俊一財務大臣も菅直人氏と同等の無能であると言える。この人はおそらく財務官僚からの命令に対して良いことか悪いことかを判断できないのではないか。いや、できないと言った方が正しいかもしれない。その頼みの綱の財務副大臣は、税金滞納を何回も繰り返した挙句罷免されるという体たらくですから、もはや何をか言わんやです。こう言ってはなんですが、財務官僚などというものは、言ってみればただのコッパ役人です。そのコッパ役人の言うことに言いだくだくと従い続けながら、大臣の椅子にのうのうと座っている鈴木財務大臣もさることながら、こんな人間に大臣の椅子を与える岸田首相も岸田首相です。国政や外交を預かる身でいながらやりたいことは、人事というどうしようもないセンスのなさのさることながら、その人事の大原則である適材適所も何一つできていないという、もはや日本憲政史上最低最悪の内閣と言っても言い過ぎではないのではないでしょうか。岸田首相も鈴木財務大臣もいずれも世襲議員です。いわば生まれながらにして特権階級なのだと言ってもいいでしょう。世襲議員について一概に悪だとは言えません。例えば、鎌倉時代から戦国時代を経て江戸時代、明治大正時代まで政財界で重要な役割を果たした島通氏という一族が存在します。島通氏は代々有能な当主を輩出し、その統治力は称賛されていました。岸田首相や鈴木財務大臣と同じく世襲議員であっても、彼らとは大きな違いがあります。現代では、島通氏の歴代当主は、苛烈な教育を受けさせられましたが、岸田首相や鈴木財務大臣は、
そのような厳しい教育を受けていないのかもしれません。彼らはまるで無能な人々であり、成果以外に生きる道を持たない程度の能力しか持っていないのかもしれません。もし現代における世襲議員がこのようなものであるのであれば、やはり世襲は全面的に禁止すべきです。この日本という国の現状は、人間力も能力もセンスも情も知らない世襲議員が大臣であることであり、この負の連鎖を断ち切らない限り、日本は再び輝くことはないでしょう。国民民主党の玉木雄一郎代表が夕刊フジの単独インタビューに応じ、2023年度補正予算が29日の参院本会議で可決、成立した。一般会計の歳出は13兆1982億円で、今回の採決では、自民党、公明党だけでなく、国民民主党や日本維新の会なども賛成した。玉木氏は賛成の代わりに、岸田文雄首相にガソリン税の一部軽減である、トリガー条項、の凍結解除を要求している。この要求には、岸田政権に影響力を持つ財務省側が抵抗しているとされる。玉木氏は、トリガー条項の凍結解除は、国民のための政策実現、減税にすることで、税金が天下り団体に漏れることがなくなる、と指摘した。また、岸田首相が言及した憲法改正については、自民党の保守派の見せかけ、やる気がない、と批判した。民主党政権時代の2010年に導入されたが、11年に東日本大震災後の復興財源確保を名目に凍結され、これまで適用された例はない。玉木氏は、我が党は、2年前の衆院選から唯一、凍結解除とガソリン値下げを公約に戦った。選挙公約は、死に物狂いで実現せねばならない。野党も与党もその姿勢がないから、政治不信が高まっている、と強調する。凍結解除のメリットは何か。補助制度は、時の内閣が裁量で決める。トリガー条項は、法制度に基づき、透明性が高い。エネルギー高騰への出口戦略として、補助から減税に移行すべきだ。岸田首相が自民、公明、国民民主の3党で、凍結解除について協議するよう指示したところ、財務省の牽制も始まった。鈴木俊一財務省は凍結解除について、国、地方合計で1兆5000億円もの巨額の財源が必要、などと釘を刺した。自民党内でも、慎重論が大勢を占めていますが、玉木氏は、こうした指摘を退けています。補助金による激変緩和事業のうち、70% 以上がガソリンと軽油です。これを補助から減税に振り替えるべきです。トリガー対象外の油種は補助金を継続すればよいです。鈴木財務省は1、5兆円の財源が必要だと言っていますが、補助金ではそれをはるかに上回る予算が使われています。減税にすれば途中で天下り団体に漏れることもなく、財政効率が上がります。凍結解除は、昨年春にも3党で協議されましたが、見送られた経緯があります。玉木氏は、今回の協議について、背水の陣で臨み、進退について覚悟を表明しています。国民のために政策を実現するためには、野党でも与党でも協力するべきです。与党に過ぎ寄るのではなく、国民生活に寄り添うべきです。凍結解除も同様です。補助金制度の無駄が出たなら、私たちの責任でその弊害を取り除くべきです。岸田政権に対しては、是々非々で臨む玉木氏ですが、憲法改正の議論については厳しく批判しています。岸田首相の総裁任期は来年9月までであり、それまでに憲法改正を行うためには、遅くとも、7月頃までに法案を発議し、国民投票を行わなければなりません。来年の通常国会の頃までには、